はい、どうも皆さんこんばんは。開封大好き吉弘です。今日はですね、7月5日、そう、7月5日といえばプレリポケモンですね。そう、ポケモンリミックスバウト、こいつがね、そう、まあ皆さんも知っての通りね、俺ポケモンやってないんですけど、今日ね新幹線の切符を買いにね、まあその東京駅行ったらね、まあ、何やらね、そのポケモンの新しいカードが出てるっていうことでね、もうそんな新製品見たら欲しくなっちゃうじゃないですかっていうことで買ってきました。しかもね、こんな可愛い袋に入れてくれた、めっちゃ可愛い、一匹もポケモン知らない子が3匹。そう、俺ね、そう、知ってる人多いかもしれないですけど、俺ポケモン全く知らないんですよね。緑ぐらいしかやってなくて、だからね、そのまあポケモンがね今流行ってて、なんか俺もね参入してえなみたいな気持ちあるんですけどね、もうマジで知らないからね。151匹がもうギリギリなぐらいなのに、今もう何匹なの、500匹ぐらいいるかもしれないから、そんな中にねちょっと突入するにはね気が引けるよねっていうことで、まあせめてねポケカぐらいはね遊ばしてくれっていうことで、ポケカを開封してちょっと楽しもうと思います。ちなみにね、何が当たりとかね何にも知らないからね。そしてね、俺ね、これね、小学校の頃からの夢だったんだよ、このね、俺、遊戯王のタイプのこの箱、実はね、買ったことないんですよね、この遊戯王タイプのこういうボックス。だからね、これをね、もう、ついにね、大人になって買えたっていうのがでかいね。おー、すごい。お店の感じになる。お店の感じになった。まあいいや、もう箱はどけよ。箱はどけて、もう1パックずつやっていくか。いいね、俺、このね、この箱でボックス買ったことないんだよ、カードゲームで。これがまさか、この年になって達成できるとは。で、何も知らないけど、ぬいこぐまだって、ぬいこぐまさんか、ぬいこぐまがめっちゃ可愛いな。連続転がり。裏が出るまでコイン投げて、表の数だけ30ダメージ。ということはもうこれあれじゃん。コインの達人、もうずっと表出て、もう最大1兆ダメージぐらいいくじゃん。強。で、ポニータ、わー、ポニータ知ってる。ポニータ可愛いね。今見ても可愛いね。HP70 で、炎が10ダメージで、小さい、小さなお使い。ライブラリーから、山2枚ハンドに加える的な感じか。これ強くない？結構、ライブラリーからそのエネルギーサーチって。そう、俺ね、ポケモンね知らないけどね、カードゲームのルールは知ってんだよね。だからまあ多分強いと思うわ。出ろうと思う。これもう完全知らないクリーチャーだな。HP70 でサイクルドロー、ハンド1枚捨てて、2枚引くと強っ。ダブルルーターじゃん。強いんだけど、エネアシスト。自分のトラッシュにある基本エネルギー2枚を、強いね。てか待って、こんな簡単に、お、待って待って、フォイル。普通のレア、ダン、これ、メブ記事か。何これ。HP100、季節の恵み。自分の番に1回使える自分の山札1枚、これ追加ドローしてんだけど、マジ強え。しかも1点要求したりしない、なんかアリーナみたいな感じで、1点要求もしない、優しい緑の追加ドローで飛び跳ねる60ダメージ。望むなら、それは望むよ。このポケモンをベンチのポケモンと入れ替えら、それはちょっと望まないかもしれない。で、ジャッジメン。これなんか強そうじゃない？そう、なんかね、ポケモンカードはね、このサポートカードが、まあ強くて、で、これがね、別にコモンでも普通に強いんだけど、その光ってる版が出ると高いみたいな感じなんだよね、確か。お互いのプレイヤーはそれぞれ手札を全て山札に戻して、あ、なるほどね。はいはい。だからそのサーチとか大量にあって、もうめっちゃ反動ね、充実させた後にこれ打ってやれば、もう相手の反動がね、コッパみじんに粉砕すると。で、新たに4枚引き直せと。そういうカードか。なるほど、なるほど。だから自分がもうたくさん消費し終わった後とかに打ったらね、やばいよね。その反動は増えるわ、相手の反動は失わさせれるわっていうので。非常に強いカード、それがジャッジマン。きっとジャッジマンも光ったり、すると高いんだろうけど、何も光ってねえな。何も光ってないのも出るんだな。ベトベターからの、投げつけ猿からの、ギャロップ進化した。ポニータが進化した。嬉しい。ホイールオーダー、何これ。でっけえ。てか体力すげえな。200万の。ヘビーインパクト、名前がすげえな。ハイドロスプラッシュ140。すげえ。逃げるのに無色4つもいるんだ。こいつはもう逃げられねえな。一度戦場に出たら最後もう逃げることはできねえ。ポケモン、それがホイールオー。何が高いんだろうな。そのサポートカード以外にもね、なんかポケモンでも高いのってか、なんかポケカってさ、ポケモン意外と安いよね。なんかそこちょっとなんか切なくなるよね。なんかポケモンが高い方がテンション上がるけど、コダック。すごい、なんかコダックめっちゃ困ってんじゃん。困らせんねよ、コダック。小刀も初めて見るポケモンだな。袋切り、チクチク刺す。いやらしいな。いっそのことぶっ刺してくれよ。トロピウス。トロピウス種ポケモンなの？なんか明らか進化してそうだけど。光合成。ライブラリーから草を1枚ポケモンにつけると。はいはい。で、リーフドレイン。なるほどね。50与えて30ドレインと。で、光ってる。お、これ！でも違うな。これはね、ダート自転車。なんか、シュールすぎない？まあ、チャリンコで自分の山札トップ2枚見て、1枚ハンドに加えて残りはトラッシュすると。2枚引かしてくんないの？なんかポケモンが平然と2ドローとかやらせてくれる中、なんか2枚見て1ドローなんだ。シュレンじゃん。お、大木戸博士のセッティング。大木戸博士。自分の山札にある、なるほどね。そのポケモンの一番最初のなんかこの中から1匹選ぶのじゃんみたいな感じのやつを、まあその再現したカードね。3匹ポケモン出して、
あ、もう出すだけ ?1 匹選ぶとかじゃないんだ。はあ、ははあ、なるほどね。なんか俺てっきりその3匹出して相手が1匹選んでそれが戦場出る的な感じかと思ったけど、もう3匹全部出るのね。やべえな。サトシはあの最初のあのポケモン全部回収していく感じじゃん。えぐ。今沖田博士って誰こうやっててんだろう。ちょっとそれ気になるな。で、ロトムからのなんかすげえ光ってる。でも違うな。なんかね、大当たりはね、確か金なんだよね。そう、金じゃねえからね、ちょっとちげえな。投げつけざるからの、トロピウスからの、そうね、これね、枠がね、そう、本当のね、本当のレアオブレアはね、枠がもう、天元突破してんだよね。でも、海王がだ。海王が伝説のポケモンだよね。道しを自分のトラッシュにある水エネルギー2枚をポケモン1匹につけると。はあはあ。で、渦巻くのに130ダメージとエネルギー1個消費と。なんかあのさ、俺さ、人のさ、対戦見てるとさ、大体あの枠突破してる、なんか EX だとか GX みたいなポケモンばっかでさ、こういうのあんま見てないけどさ、これちゃんとあの、対戦で使われてんの?なんかあの、枠飛び出した系のポケモンしか使用価値ないみたいな感じの、風に扱われてない。あー、光ってんのないわ。ヘラクレス、カブトムシ、コダック、マーシャドウ。お、なんか、でもこいつレアっぽくない?違う、アンコモンだった。フィオネ、70と、引き寄せの渦、特性。このポケモンがベンチにいるなら自分の番に一回使えると。あ、ベンチにいる時にしか使えない能力なのか。で、相手のバトルポケモンをベンチに入れ替えると。はぁ、あ、はぁはぁ。あー、なるほどね。はいはいはい。これは強いと思ったわ。だからそのさ、あの、戦場にいたらさ、この能力さ、使いたくてもさ、この HP70 簡単に削られて死んじゃうけど、そのベンチにいるから安全な場所から使える能力かと思いきや、使ったらライブラリーの下に行っちゃうわけね。なるほど。じゃあ一回しかどうせ使えないのか。ちょっと残念だな。まあ、とはいえね、その相手のその、なんつうの、戦場のポケモンとベンチのポケモン入れ替えるっていうのは、なんかその死にかけのやつをなんかもう無理やり連れ出して、あの、とどめを刺すみたいな、結構えげつないことできるからね。その、まあ、あの、ゴボでいうとこのドラゴンラッシュで、なんか死にかけのフリーザ出すみたいな感じだから、お、ポケモン通信だ。自分の手札にあるポケモン1枚を相手に見して、山札に戻すの?で、その後自分の山札にあるポケモン1枚、あー、なるほどね。ハンド1枚消費して、ライブラリーから好きなポケモンをサーチしてくると。なるほど、なるほど。だから、あの、ポケモン1枚消費しなきゃいけないけど、好きなやつに変えれるとね。アドは得してないけど、でもね、ポケモンカードってね、めっちゃ簡単にアド稼げるんですよね。もうその、なんか6枚、おー、なんかこれ来たんじゃね?あー、でもちげえな。なんかね、金じゃねえんだよな。これなんだろう。でーん、おー、カメックス&ポッチャマ。なんかあの、だいぶ格差すごくね。カメックスに対してポッチャマなの。これタッグチームで、そうあのね、ポケモンカードってのは、ポケモンをね、6匹倒したら勝ちなんですけど、多分これタッグなんで、1匹、1枚なんですけど2枚分なんですよ。2匹分カード取られちゃうんですよね。多分倒されたら。で、めちゃめちゃ体力あって、まあめっちゃ強いと。で、スプラッシュメーカー150ダメージ。やべえな、3万で150ダメージ。で、望むなら望むよ。で、自分の手札にある水エネルギー3枚までを自分のポケモンに好きにつけれると。はいはい。で、その後つけたポケモンの HP がそれぞれつけた枚数かける50分。回復すんの?絶対望むじゃん。あ、そっか。ハンドにエネルギーがないとできないからか。あー、なるほどね。やばいね。その、てかエネルギーカードって一旦に1枚しか出せないのに、なんかあの3枚ブーストしてさらにポケモン回復すると。で、バブルランチャー GX。そう、GX 技はもうゲーム中1回しか使えないんですよ。だからこいつだけじゃなくて、もうこいつが GX 放ったら他の GX ポケモンももう放てないと。もうそれぐらい強力な技で相手のバトルポケモンを麻痺させると。やばいね。麻痺はね、もうターンスキップぐらいな感じなんですよね。もう何もできないんで、逃げることもできないし、攻撃もできないしっていうので、もうその死を待つしかないみたいな状態にさして、で、追加で、水エネルギーが3個ついてるなら150ダメージ追加と250ダメージで麻痺とかもうどんな状態でもその死ぬ寸前まで痛めつけられてあの逃げることもできないとかだいぶえげつないな。で1回しか使えないと。どうなんだろう。なんかあのオーバーキル感がするけど強いのかな。嘆き僕れ。はい、とりあえずトップレアっぽいな。なんかこいつでも結構いい値段するといいな。かっこいいからなんかいい値段するのかな。そう、なんだかんだね、ポケモンカードワンボックスもね、あの4000ちょいぐらいしたから、なんか高いカードは、なんか2、3000してほしいよね。で、あ、違う、ここに出すんだった。もうなんかもう並び順ねえな。モンジャラだ、俺の知ってるポケモン、毒。相手のバトルポケモンを毒にすると。あ、なるほどね。2倍毒ね。そう、毒ってのは毎ターン10ダメージ食らってく、かなりえげつない状態なんですけど、こいつの毒はもう2倍ダメージ食らってくんですよ。ウィークガードエネルギー。なんかこれ高そうじゃない。このカードは無色エネルギー1個分として働くと。で、このカードをつけてるポケモンの弱点は全てなくなる。やべえな。普通にそのエネルギーでブーストできるし、弱点がなくなると。そう、ポケモンはね、その弱点とか抵抗力あって、弱点ポケモンから攻撃を受けると2倍ダメージなんですよね。だからもうマジで、そのさっきの250ダメージとかね、弱点だったらもう500ダメージだから、ドカンツーするからね。だからその弱点消せるっていうのは超でかいよね。で、モンジュラ、チャオブー、サマヨール、知らんな、本当に。ケケンカニ。
もう全く知らないな。ジャッジマン、ジャッジマンは絶対にこれ強いカードだと思う。そう、サポートカードはもう強い。もうこれは俺の知ってるポケモンの知識。はい、もう半分ぐらい来たんかな。あ、お、天元突破。あ、でもね、違うな。俺あの金のやつが欲しいんだよ。金じゃないけど、はい、今回、おお、不思議花&ツタージャー。これもすごいね。なんかあの、あれだな、その三進カメとなんかあのザコっていう組み合わせなのかな、今回のタッグチームのなんかコンセプトとしては。輝くツール、てかこいつ技何個あんの、3つもあんの、やべえな、神ジーズみたいなんだけど。輝くツールは自分の番に、このポケモンがバトル場にいるなら自分の手札から草エネルギーをこのポケモンにつけるたびに1回使える。ちょっと待って、どこで誘発してるの。自分の番にこいつが戦場にいたら、あ、手札から草エネルギーをつけたときにあの誘発する能力でベンチのポケモン1匹選んで、あ、入れ替えてもいいと。あ、なるほどね。その本来その入れ替えるのに、その逃げるのにコストがかかるのに、こいつはなんならそのつけるだけであの入れ替えれると。非常に強いね。だからまあその死にかけの時とかね、あのコスト払わないで逃げれると。で、フォレストダンプ、フォレストダンプやべえな名前フォレストダンプ151位やべえな。160ダメージで、まあその緑とその4マナだけど、まあ、無色3個でいいっていうので、ね、かなりその高速がなくて160与えられて、で、ソーランプラント、これ GX 技で、まあ、ゲーム中1回しか使えない大技で、相手のポケモン全部に50ダメージと、やべえな。で、追加でエネルギーが2個ついてるなら、自分のポケモン全員の HP を全て回復すると。はぁ、あ、はぁはぁ。でも50しか食らわないの、どうなんだろうな。そのベンチにいるやつまで全員ダメージ食らうっていうのは結構やばいけど、あー、これどうなんだろう。ちょっと俺あんまポケモン詳しくないからわかんないけど、なんか270とかさ、そんな HP がはびこる中で50ダメージを全体に与えても全然その焼き石に水なんじゃないかって思うけどな。ただあの全員回復するってでかいね。そのこっちのポケモン全回復したらね、もう今まで必死で削ってきたものは何だったんだみたいになるから、そこをね、あの相手に、ね、びっくりさせたいよね。アローラニャース、あ、これニャースなの。へえ、なんかアローラのなんとかってつくと変なポケモンになるんだよね。それは最近の知識を知ってるわ。ポカブ、え、待って、モンジュラ進化すんの、モジャンボ、進化させたくないとか気持ち悪い、なにこれ。え、草結び10ダメージ、相手のバトルポケモンの逃げるためのエネルギーの数が、え、ちょっと待って、逃げるためのエネルギー、あー、なるほどね。だから逃げるのにその4とか必要なポケモンに打つと、なんか4だから120追加で130ダメージ、やべえな、一番の130ダメージで叩きつけるが、コイン2回投げて表の数かける80ダメージ追加と。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、違うか。あの、追加じゃなくて、もうその数だけなんだ。だから、表が1回も出なかったら0ダメージと。で、エネルギー付け替え、グッズ、グッズは強いカード。で、自分の場のポケモンについている基本エネルギー1個を自分の別のポケモンに付け替えると。なんかポケモンのさ、特性とかでこういうのパンパンやっちゃうのにさ、なんかグッズカード1枚消費してこんだけしかできないの。だけど、グッズは強いんだよな。そう、グッズは強いって聞いてるからね、なんかよくわからんな。遊んでみたらわかんのかな。はい、で、次、お、また突破してる。これでも突破バンバン出んのかな。なんかちょっと待って、質感違くない、さっきと。どうだろう。でん、これ。おぉ、やっぱ違う、絶対これさ、これ高い版だよね、多分これと、これの。そうだよね、なんかレリーフっぽいもんね。うわ、やった、フォレストガンプ手に入れた。フォレスト、え、これなんか2枚手に入れたから、これをシリコンでデッキ組もうかな。なんか、すごいな、これに呼ばれてる気がするぞ。へぇ、なんか、俺でもこっちのイラストの方が好きだな。まあでもこっちの方が、なんつうの、絵本っぽくて、なんか独特の感じがあって。なんだ、なんか普段のポケモンカードに飽きてしまった人はもうこういうので揃えるのかな。絶対こっちの方が価値ある感じだよね。なんかもうすごいもんな。硬そう、とにかく、カードが。ということで、トップレア引いたんじゃない、これ、トップっしょ、絶対。あ、でも違うわ。なんか金色のなんか、その、サポートカードの女の子とかはなんかもっと値段するもんな。そう、なんか何万とかしてるからさ。多分あれが本物のレアで、これ全然開かねえんだけど、ちょっと待って、あ、いたいた、やっぱいたわ。すげえ悪の苦戦者。お、なんか、あー、でも違う、普通の光ガードだ。ドローエネルギー、まあ、無色1個分として働くと。はあはあ、なるほどね。あ、これいいね。その、無色エネルギーだけど、つけただけでワンドローできるっていうね、なんか普通にその、毎ターンのエネルギーを出す、プラスワンドロー追加っていうので、なんか無駄なくカードが引ける。なにこれ。悪事キング。悪事キング、種ポケモンなんだ。これ進化とかするのかな。あ、出た、ウルトラビースト。俺の知らないポケモン、ウルトラビースト。なんかポケモンを恋しポケモンみたいな感じらしいよ。なんか一説には。で、山かじり。相手の山札を1枚取らせてると。なるほどね。ライブラリーアウトを狙えると。好きなやついそうだな。で、レッドバイキング120ダメージ。この技のダメージで、相手のポケモンを気絶したならサイドカード1枚置くとる。やば。え、ポケモンカードって、そう、なんだ、デュエマみたいな感じで、そのシールドみたいなのが横にあって、
の相手のポケモンを倒すと引けるんですよね、そのシールドで引き切ったら勝ちなんですよね、あのデュエマと逆で。でこれあのこいつの技で相手のポケモンを倒すと追加で1枚引けるっていうのがダブルブレーカー持ってるわ、やっべえなこいつ。え、そういう能力ってなんかこれ初めて見たな。これやばいんじゃない、悪事キング。悪事キングはトップレアじゃないか。なんかちょっとその独特な相手のライブラリを破壊する効果も楽しいし、俺結構好きだよ悪事キング。で、はい、次は光ってんのなしか、ヤンちゃん、なんかヤムちゃん見て。で、トロピウス、小刀、演武王で、アンズ、お、可愛い女の子来た。これはやばい、忍者系女の子だ。忍者系女の子、おでこ出してる、可愛い。自分の山札の上4枚見て、その中にあるカード2枚をハンドに変える。え、なんでさ、これ2ドローができたりさするのにさ、なんか平然とさっきのなんか2枚見て1枚ドローみたいな、なんかしょっぽいドローがあったりするんだろう。よくわからんな、よくわからんぞ。でもなんだろう、なんかその7枚8枚になるように引くとかがはびこってる中、2ドローってどうなんだろうな。ただ4枚見てから2ドローだからな、そこが強いのかな、やっぱり。で、ドローエネルギーからの、あ、普通のホイールだ。なんかこういうの見ちゃうとさ、こういう普通のなんか光もんに感動なくなっちゃうよね。このゴールダック気持ち悪いな、なんかすげえ人間っぽいんだけど。で、光ってんな、これ。おー、悪事キング2枚目、悪事キングデッキ始まるかもしれない。で、エネルギー回収、自分のトラッシュにある基本エネルギー2枚を相手に見せてからハンドに加えると、墓地のエネルギー回収と。なるほど、なんかドレッジみたいな感じで墓地を蓄えてからこれで回収するっていう、そういうアドの稼ぎ方もあるのかもしれない。そろそろ終わりが近づいてきてねえな。なんか意外と全然減ってないわ、よく見たら。はい、夜回る、ゴルダック、エンティ、え、あ、待って、エンティじゃん、エンティじゃねえよこれ俺も知ってるよ、あの金銀にいたやつでしょ。これ伝説のポケモンなのになんかあのさらっと入ってんのね。アンコモンなんだ。巻き返すまあちょっと巻き返してほしいな。相手、前の相手の番にこの技のダメージで自分のポケモンを傷したら90ダメージって、すげえ極端だな。だから前の番に俺のクリーチャーが破壊されてたら、もうこいつのなんかこの巻き返すのダメージが凄まじくなると。その代わり死んでなかったら全然巻き返せねえ、30ダメージと。やばいね、2マナ3点火力にしかならないと。ちょっとあの伝説の名前がなくてそんなんだと。あ、ローラースケート、かわいい、活発な感じの子でかわいい。自分の手札を1枚捨てると、でその後2枚引くと。あー、なるほどね。1枚捨てて2枚引くと、あのあれだ、サルカンの苦悩だ。で待って、トラッシュしたカードが土地だったら追加に2枚引けるっていうので、なんかやばいね、ドワード稼げるんだよ。そう、これ使って1枚捨てて2ドローしてるから、その2対2交換なんですよね。でもあの土地を捨ててると、土地じゃねえわ、エネルギーカードだ、エネルギーカード捨ててると、4ドローになるからアドを稼げると。それがローラースケーターちゃん。ローラースケーターちゃんかわいいね。なんかこれの、なんかどでかいイラストのやつとか、やばいんじゃない、値段。てか出ねえな、あの金ピカのやつ。あ、なんか俺1枚ぐらい出んじゃないかなって結構期待してたけど、なんか全然出なさそうだね。ローラースケーターちゃん2枚目。かわいいね。けけんかに。で、ポケモン通信と。だんだんもう見てる、知らないカードなくなってきたぞ。もう全部のカード網羅してきたぞ。コモンアンコは。お、あー、でも違う。普通の光り方だ。ダメだ。普通の光り方に慣れてしまった。なんか悲しいな。ダン、こちら、グロードンだ。グロードンは、俺が完全にポケモンやらなくなったところだな。これ、アドバンスのやつだよね。ヒデリ、自分の手札にある等エネルギー2枚を自分のポケモン1匹につけると。はあ、はあ。で、震える大地130ダメージ。で、次の番、こいつは震える大地が使えないか、ヒデリしか使えないと。もしくは逃げることしかできないと。どうなんだろう。あ、グレネードランチャーだ。グレネードキャッチャーだ。グレートキャッチャーだったら全然違ったわ。このカードは自分のハンド2枚トラッシュしないと使えないと。結構コスト重いね。自分の手札2枚捨ててこれ使って、まあ、3枚カード使って相手のベンチのポケモン GXEX 選んで、あー、なるほどね。引っ張り出すと。なんかさ、グズマだっけ、グズマっていうさ、やつがさ、普通にポケモン入れ替えれんのになんか、コストめっちゃ重いのに GXEX しか入れ替えれないって、なんかダメじゃないこれ。なんで、なんでそこで格差ついた、あれ禁止カードのグズマもしかして。それならばわからんでもないが。で、次。あ、また、あー、でも違う。これね、違う光り方なんだよ。俺はもう、金色が見てんだよ。はい、ズガドーン。もう効果音じゃん、ズガドン。ズガドンでもウルトラビーストだ。俺の知らないポケモン、ズガドン。デプスボム。名前かっこいいな。デプスボムはダメ感4個を相手のポケモンに好きなように乗せる。やべえな。しかもなんかそのダメージじゃなくて、そのダメージカウンターっていうね、なんかマイナー1修正的な感じで乗っけるから、その抵抗力とかも無視してダメージ与えれるし、さらに、そのベンチにいるやつにもいけるわけでしょ。で、相手のサイドが残り3枚なら、12個やっべえ、待って、12個割り振ったらさ、ポケモン死にまくるっしょ、マジで。え、やべえな、ズガン。ちょっとズガン、興味ないだろ。こんな残酷なことをするポケモンがこの世にいるとは、驚きだ。で、次。
俺いい加減ちょっと学習した。このポケモンカードね、指突っ込んで開けるのに向いてないかもしれない。はい、でまたちょっとあれね、残念な光り方。ヨノワール、ヨノワールは160の死の刻印、名前やべえな。ポケモンがやる技と思えないんだけど、死の刻印はこのポケモンが、バトル場で相手のポケモンからダメージを受けて気絶した時に、ああなるほどね、だこいつ死んだ時に相手の、ポケモンを道連れにできる的な感じで、ね、ダメ感4個好きなように乗せれんだ。はあはあ、で技が1個だけしかなくて自己暗示と、なんか俺最強みたいな感じ で次の自分の番、このポケモンの自己暗示のダメージ、ああなるほどやべえの、え、ああなるほど、これ三進化目なのか、道理で強いわけだ。たったの1番で60ダメージ与えるし、しかもこの自己暗示使った次のターンの自己暗示は120ダメージと、やべえな。ヨノワールなかなか面白いポケモンじゃないか。ザングース、ザングースなんか結構獣が歓喜しそうな、可愛くもかっこいいデザインだね。俺知らないポケモン、俺の知らないポケモン、ザングースでした。というヨノワール、これちょっともうさすがにハサミ使おう。ポケモンカードはね、指突っ込むのには向いてないということが分かったと、ついに。はい、お、あ、違うわ違うわ、これは違うわ。で、あとさっきのリリーフみたいにはなってない。なんでしょう、お、リザードンとテールな、これ結構出るのね。なんかこんぐらい出るんだ、感動ちょっと薄まったな。でこいつは、これ全く知らねえな。まあでもこれもその御三家的な感じのポケモンと、まあそのリザードンのタッグで、シャイニーフレア180ダメージ、望むならそれ望むよ、自分の山札にある好きなカード3枚まで手札に加える。これ望まないやついいの、待て待て、おかしくね、え、望むなら自分の山札にある好きなカードを3枚まで、で好きなカードなの、なんか、え、赤シナジーとかじゃないの、好きなカードなの、やばくね。で、グレンの火柱 GX。これ GX 技だと。しかも赤1枚で使えると。で、自分のトラッシュにある基本エネルギー5枚を自分のポケモンのに好きなようにつけると。で、追加でエネルギーが1個ついてるので、もう2枚でいいんだ、追加。相手のバトルポケモンを火傷と混乱にする。どんなかわいそうな状態にさせるんだよ。それ、ひどすぎるだろ、火傷と混乱と。まあその GX 技、これさ、1個ついてるだけでこんなおまけあるんだったら絶対1ターン待って打つでしょ。そんなソロいる、もう今打たなきゃみたいな感じで、たった1枚のグレンの火柱打つやついるか。俺はいないと思うぜ、ポケモンやってないけど。でもなんかシャイニーフリア強いね。180で3枚サーチしてきて持ってくんでしょ、やばいでしょ。デーモンチューター3発分じゃん。でまた残念な光り方のズガドーン、ズガドーンウルトラビーストデプスボム、相手のサイドが3枚だったら120ダメージ割り振り、それは えぐいね。しかもこれ、ここで相手のポケモン気絶させなければ、その次のこのデプスボムでね、もう大量死が埋めるからさ、これやばいよな。こいつなかなか実はやり手なんじゃないだろうか。ゴロンダ初めて見た。これヤムチャからの進化系か。殴る、マグナムパンチ、なんか直球だねこいつ。なんか直球で残念っぽい感じがするポケモンだな。はい、で次、いやー金ピカ出ねえか。金ピカ俺見たかったな、何万とかするんでしょあれ、すげえ見たかったな。出なかったな。ダダリンポケモン、え、これモノじゃないの、どっち、こっち、あ、2つとも合わせてダダリンなの。ダダリンモズクで拾うモズクで拾う、自分のトラッシュにあるトレーナーズを1枚相手に見せてから回収すると、自分の墓地にあるトレーナーカード1枚ハンドに加えると。で、バスタースイング、名前やべえな。この技のダメージは抵抗力を計算しないと。あー、なるほどね。なんかこの超能力タイプに、その耐性のある、なんか、これ悪とかがもう、まんまバスタースイング食らうわけだ。ポケモン入れ替え。自分の場のポケモンを、あー、なるほどね、入れ替えると。その逃げるコストを払わないで入れ替えれると。それがポケモングッズ、ポケモン入れ替えでした。残り5パック。長かったな、結構。てか、楽しめんな、やっぱ。知らないカードゲームでもなんかイラストかっこいいからね。あとポケモンなんだかんで全く知らないわけではないから、そういうのも相まって楽しいよね。普通のあれか、ピクティニー、何これ、ポケモン、なんかポケモンっぽく、なんかデジモンっぽいんだけど。火炎30ダメージと、ビクトリーフィール、自分の番に1回使える、自分のベンチのポケモン1匹の HP を20回復する。あー、なるほどね。え、これ待って、特性ってさ、戦場にいなきゃいけないの、それともベンチにいてもいいの。これベンチにいてもいいんだったら鬼強くね。もうこいつずっと立ってるだけで、どんどんポケモン回復してるじゃん。これアンズもびっくりだよ。アンズも喜ぶわ、そんな。で、ヘラクレスと。ヘラクロスか。ヘラクレスだと、なんか、ギリシャの英雄みたいになるね。こいつ進化すんのかな、なんかカブトムシだけど、でもカブトムシで完成してるもんな。ヘラクロス自体がもう、種ポケモンで、カブトムシなんだよな。なんかその、全部欲しいよな。あこれあれじゃん、レリーフじゃん。レリーフは何だろう、タッグのレリーフ。でん、こちら、おお、待って待って、3枚揃った。
何これ待って、これが最上級じゃないの、まだあんの、不思議花&ツタージャー GX フォレストガンプ、フォレストガンプで覚えちゃったよ、これ。なんだこれ、ワンボックスで3枚揃うのかよ。同じカードって何枚まで入れていいんだっけ、ポケモンって。まあ、何枚も入れても、こいつ1回死んだら、再度2枚取られるのかな。あ、3枚取られるんだ。あ、やばいじゃん。こいつもう2匹死んだらゲーム終わりじゃん。へぇ。そうか、タッグカードって、そんなにデメリット持ってたんだな。やべえな、3枚は。待って、多分こっちの方が高いよね。なんか色失ったけど、なんかその代わりに高価なカードですみたいな感じのね、自分で言ってるよね。俺は高価だぞって。そんな感じのカードを、まあこれ多分最後の大当たりだろうな。何これ、切り刻ん。切り刻んは追い詰めるのが名前がえぐいな。次の相手の番、この技を受けたポケモンは逃げられない。やばい。光線上から逃げるなど。で、スラッシュダウン80ダメージ。次の自分の番にこのポケモンスラッシュダウンは使えない。あ、その代わり、2マナで80ダメージ打てると。おぉ。なるほどね。で、嘆きあれじゃん。完全に星のカービィのジュキットじゃん。こんな、なんか、もうみんな忘れてるだろみたいな感じで、任天堂の他のゲームからパクってきた嘆き。ジュキット好きだったな。ただスープレックスはね、なんかボスで役に立たねえんだよな。そのザコ殺すのは楽しいけどさ。ポカブだ。ポカブかわいいね。でも、モジャンボね、俺愛せねえよ。で、ジャッジメン俺がルールだ。で、最後1パック。ポケモンカード結構おもろいな。でも金ピカのやつ欲しかったな。最後に出たりしないかな。うわー、もう最後なんもねえわ。もう最後、ちょっと一枚一枚対戦しよう。ホエルコ。ホエルコ、種ポケモンなのになんかでかいね。で、ローラースケーターマジかわいいね。このお尻がキュート。で、もうこれ以上言うとね、女性視聴者から受けが良くないからやめよう。そう、これポケモンカードだからね、もしかしたら女性の方も見てるかもしれない。で、マーシャドウ。影はね、相手のバトルポケモンに、相手のバトルポケモンが持ってる技を1個選んで、あ、なるほどね。はいはい、それ使えると。たったの3マナで、だから10マナぐらいかかる技パクってきたら超お得だよね。なんか全てを滅ぼすみたいな。あるか知らないけど、そういう技持ってきたら。で、GX 型みたいな、もうそのインチキは使えねえと。まあ、それは分かってる。で、最後はエネルギー回収でした。はい、こんな感じ。どうなんだろう。なんかもう全く知らないけど、なんか、待って、これ、どんぐらい価値なんだろう。この今回出たやつで言うと、俺、これなんか、最初なんか微妙かなみたいな思ったんだけど、どうなんだろうな。全体に50与えて、で、全回復すると。で、しかもその条件が一応、まあ、5個エネルギーカードいるから、まあまあ、厳しいのかな。っていうので、まあ、まあ、不思議バナアタックが、まあ、3枚手に入ったね。まあ、これで、ミドタン、ストンピーみたいなのが組めるのかな。で、リザードン&テールナーが、もう、シャイニーフレアっていうね、180で相手をもう焼き払いつつ、なんか、ライブラリーからカード3枚サーチっていうのが、もう、そのコンボデッキが超はかどりそう。で、最後、カメックス&ポッチャマ。これ結構強いんじゃない？違うか。これ俺結構なんかオーバーキル気味で微妙だなって思ったんだよ。なんかバブルランチャー250で麻痺って、もうなんかその死にかけでも首の皮1枚ですみたいなポケモンをその戦場に残しておく、なんか残虐さがちょっと面白いなって思ったぐらいだな。で、まあスプラッシュメーカーが、そうね、150与えつつそのエネルギーがね、分出するっていうので、まあなんか、やっぱね、死んだらポケモン3匹分っていうだけあって、こいつら強かったね。まあもうどんぐらい当たりかわかんないけど、なんかこのローラースケーターとかのね、またその金ピカのやつが、まあ、引きたかったなと思いました。はい、ということで、まあ、ポケモン開封でした。まあ、いかがだったでしょうか。ちょっと俺全くわかんないんでね、まあ、その編集しながら値段つけて、なんか驚いたりね、喜んだりしようと思います。まあ、これね、見てくれる人がまたいるようだったらね、また買ってこようと思うんで、よかったら、なんかコメントかなんか、ください。それでは皆さん、また次のね、ポケカ開封でお会いしましょう。さよなら。